こんにちは、パジオナートです。僕、兵庫県に来てます。兵庫県でですね、ジャパンクラシックパワーリフティング大会ですね、日本一を決める大会やってます。でそれで来たんですけど、今回僕一人で来てます。ちょっとね、ウッシーとかね、事情があって来れなかったんですけど、さっきまでね、試合してて、今回、僕ももちろん出たんですけど、あと前に僕らの動画に出てくれた佐竹くんって覚えてますか？スクワットめちゃめちゃ強い佐竹くん、デッドリフトとかね、めちゃめちゃ強いじゃないですか。佐竹くんが今回優勝争いをして、ね、日本一になれるかどうかっていうところで戦ってるんで、ちょっとそこも含めてね、僕は勝手に佐竹くんのことね、パワーチューブファミリーだと思ってるんで、ね、ちょっと今回ね、出していいですかってことで聞いて、ぜひいいですよっていうことで、許可をもらったんで、あとですね、66キロ級のスクワットの日本記録を持ってるリド選手ですね、の地位も取らせてもらいました。なのでそこも含めてご覧ください。で僕10月に北海道で開かれたパワーリフティングの大会で535キロだったんですよ、トータルで。そっから僕もね、何キロ伸びたのかっていうね、今2月だから4ヶ月でどれぐらい伸びたのかっていうところをちょっと一緒に見てもらえたらいいなと思います。ちょっと音が入ってなかったんで、僕ね、喋りながら解説していくんですけど、ちょっと音入ってなかったです、すいません、カメラのね、調子が悪くて。では早速ご覧ください。まずはスクワットから来ましたね。さあ第1試合はね、200キロでいきました。これね、北海道大会の時と一緒ですね。で今回大会前に200はね、なんか3発ぐらいいけるとこまで仕上がってたんですけど、今日はね、重かったですね。ちょっと渋いんですよね、この第1も。一応白は3本出たんで成功なんですけどね。来ました佐竹くん、第1から220キロだよ、やばいでしょ。同じ階級ですからね、66キロですよ。でも動きがね、スムーズすぎるんですよね。超うまいですよね、やっぱり。もちろんグッドウィーフ。はい、でこれ井戸選手ですね。井戸選手、66のね、日本記録持ってます。230キロですよ。でもっとウェイトリフティングの選手なんでね、めちゃめちゃハイバーなんですよ。230キロですよ。ちょっと信じられないもんね。でね、日本記録が今ね、240キロなんですよね。40.5キロかな。で、第2試技ね、僕の第2試技。はい、207.5キロ。これも北海道大会と一緒。そう、この試技はね、皆さん、すごいですよ。もう決まってね。はい。ガッチリ決まって。じゃあ、陸。見て、これもう第3試技でしょ。めちゃめちゃ重かったですよ、今日のスクワット。ね、一応白はもらいましたけど、この前の北海道大会全然重かった。で佐竹君が230キロね、とんでもないですよ。はい、でそこバコンって感じがね、やっぱね、なんかやっぱね、違うなと思ってね、僕とね、やっぱ強い人のこういうスクワットやりますよね、こうバコンって感じがね。できました。伊藤選手の第2試技 242.5キロ、これがね、日本記録挑戦なんですよ。さあ果たしてこれが成功だったのかどうか。めちゃめちゃハイですよね、やっぱり。で話聞いたんですけど、やっぱね、ローはね、できないみたい、できないというか、やっぱ重量落ちちゃうみたいです。力の入れ方があんまりわからないっておっしゃってましたね。でね、いや、そう、これ失敗しちゃうんですけど、さっきこの後ね、話を聞いたんですけど、なんかもうね、スクワットの時にね、結構足つっちゃったらしくて、でも水抜き結構したみたいでね、やっぱそこ難しいですよね、スクワットって。はい、出ました。僕のさっきの第2見て、これ上がると思う人います？さっきのね、第2の207.5見た後に、即これはね、しゃがんでる時点でもうね、無理だなと思いましたね。もうやっぱ第2であれだけ粘っちゃうとダメだなと思いましたね、改めて。第2の選択は大事ですね。佐竹くんは第3試技235キロ。さあ、さっきの第2の感じだとね、上がりそうな感じしますよね。よっと、 OK。 これはもちろんグッドリフトです。
ということでね、スクワットこんな感じでした。僕は 207.5 で佐竹君は235で、伊藤選手は230キロなんですけど、まあ、ちょっとね第2で足もつっちゃったりして第3も上がんなかったんですけど、やっぱりねスクワット強いなと思いましたね。ウェイトリフティングの方やっぱスクワット強いなと思いましたね。でこの後ベンチ行くんですけど、ベンチはね僕前回の北海道大会が 127.5 かな、第3失敗してるんで、で今回ちょっとね大会前にこう肩痛くしちゃってワイドウェンチができなくなっちゃったんですよ。まあ元々僕広めじゃないんですけど、で今小指をね81センチラインの内側に握ってベンチやってるんですけど、それで今何キロまで上がるのかっていうのもちょっと踏まえてみてください。では行きましょう、ベンチプレス行きました。120キロね。もう第1年めっちゃ落としました。今回ちょっとベンチでね無理するの良くないなって、よこれね、ナローベンチはね上がる重量は軽いんですよ、めちゃめちゃ。ただ、ね、急に来るんですよね。さあ、佐竹君第一、145キロ、うん、なんかこう、骨で受けてる感じがねすごい伝わってくるんですよね。軽い、なんか肘伸ばしてるだけみたいな感じじゃないですか。やっぱ上手い人共通しますよね、こういう上げ方ね。僕はなんかやっぱちょっと腕使っちゃうみたいなあるんで、めちゃめちゃ狭くないです手幅。よっ、あとね今日ねやってて思ったのが、やっぱりこうセンター補助のね肩のね補助が上手くて、それがとにかくありがたかったです。で第2 127.5 成功して、で佐竹君第2の 152.5 ね。さあ第2はそう、これね、時代に失敗しちゃうの、佐々木くんね。さあ、僕は第三試技はね、ちょっと今回は135、ここはちょっと頑張りました。自分の中で35は最低限というか、まあ、今回の僕のベンチの目標は35だったんですよ。ここはもうめちゃめちゃ気合い入れていきましたね。でね、これ上がるんですよ。でナローベンチはね、僕思ったのが、どれだけ3頭を力残した状態で上げれるかが大事だなと思いましたね。はい、で佐竹君の第3試技 152.5、 さっき失敗したやつね、ちょっとねアングル変わっちゃったんだけど、これ成功するんですよ。すごくないですか、さっきより全然軽く上げちゃってるもんね。はい、という感じでベンチプレス終わりましたけど、この時点で僕のトータルが今 207.5 と135だから342.5 で、佐竹くんが 152.5 と235だから、計算したい、わかんないね。お、出ました、 387.5kg、 387.5kg で今2位ですね。でこの時点で1位の方と確か 10kg かな、差が開いてましたね。で最後デッドリフトでどこまで持っていけるかっていうところで、もうね目が離せなかったんですよ。さあ果たしてどうなったのか、そして僕のデッドリフトはどうだったのか。一番苦手なデッドリフト、前回は200キロでした。じゃあ最後ご覧ください、トータル何キロいったのか。はい、来ましたね。はい、第1は200キロ、北海道と一緒。今回ほとんど北海道とね第1とか一緒だったんですよね。はい、ただデッドは最後の方ちょっと感覚良くなってきたんで、今回はね結構いいとこ行きたいなと思って、とりあえず第一は200で行こうって。前の北海道より軽いですよこれで。今回結構ねこうゆっくり置かないといけなくなって、ルールでね。さあ 247.5 佐竹くん第一、俺より 47.5 票多い。いいよね、めちゃめちゃ軽いっすよね。はいはいはい、ね、グッドリフトね。はい、さあここね、なんで俺なんか急にマスクつけちゃってんすよ。でも俺もねこれ動画見て気づいたんですけど、なんで俺デッドの第二だけ急にマスクつけてきたのって。この時もやっぱね最後疲れちゃってて、もう何もわけわかんなくなってたんですね。やっぱね、それだけマックスってね疲れんだなって改めて思いました。はい、じゃあ行きましょう。
いやでもね、俺ね、ちょっと足太くなったなと思いますよ。自分で言うのもあれですけど、の割にね、デッドね、って感じだけど、出た。このね、この震えが出た時点でね、やっぱね、おっとってなりますよね。ギリギリこの震えが出た時点でもう次やばいなと思いました。はい、260対2。サペキ君の第2は260です。さあどうなんでしょう。よっしゃー、ここはねちょっと残念ながら浮かないんですよ。さあデッドはね、第3番で何があるか分かんないですからね。特にサペキ君デッドリスト得意だと思ってね、そういう人はねいきなり上げたりするんでまだ分かんないですよ。さあそして僕の第3試技、僕ねこの時内心もうあの震えが出た時点で第3はちょっときついなとは思ってました。ね、そうちょっとねやっぱ腰の位置が高いですよね僕は。はい、ということでね、一旦ここでストップで、僕の試技終わったんですけど、最後佐竹くんの試技を終わってますね。次佐竹くんがですね270キロに挑戦します。で270キロ、ここで上げたら優勝なんですよ。1位の方が265かな、落として最後佐竹くん270キロ上げれば日本一になるっていう展開ですね。なんでここでね上げたらね激アツなんですよ。ここは絶対見なきゃと思ってね、めちゃめちゃ見てました。さあ果たしてどうなるのか、いきましょう。気合入ってるのが伝わってきますね。さあこの時めちゃめちゃ周りの緊張感もすごかったですよ。やっぱりまだ諦めなかったんですけどね、ちょっと残念ながらここは失敗になってしまいました。はい、ということでですね、今回僕は、トータルが550キロ、なんで北海道の時より15キロ伸びました。まあね、ちょっと北海道がね不甲斐ない結果だったんですけども、まあ、今回ね減量もあまり水抜きはしないで結構絞っていったんですけど、とりあえず550出せて、最低限ね550はねウッシーにもねウッディにも出してくるわって言ってたんで、とりあえず出せてよかったかなと思います。で佐竹くんのトータルが635キロですね。635、ね、めっちゃ強いっすよね、マジで。もうね、600超えてる時点でね、結構異次元だと思うんですけど、66でね。はい。で、1位の方が655を出してると。まあ、この方はね、結構やっぱレジェンド級の方なんで、ね、めちゃめちゃ強いんですけど、まあ、でも佐竹くんそこに食らいついていって、すごかったなと思います。やっぱこれがパワーリフティングの醍醐味ですよね。最後ね、上げたら日本一とかね、めっちゃ盛り上がるところ。やっぱね、今回大会来て思ったのが、大会って素晴らしいですよ。めちゃめちゃ楽しいんですよね。で僕なんて今回やっぱりね、順位に全然絡んでないんですよ。まあ、6位まで入賞っていうのがあるんで、パワーリフティングは。まあ、6位を目指してたんですけど、ただね、そこ関係なく、やっぱり自分もマックスにこうチャレンジできる瞬間ってこう、全員に与えられてるわけですよ、パワーリフティングって。やっぱそこね、更新できる、できないってね、関係ないんですよね、順位とかじゃなくて、その一瞬にどれだけ自分の全力をつぎ込めるかっていうね、ここがとにかくもう楽しいんですよ、本当に。で、更新したらもちろん嬉しいし、落としたら悔しいからまた練習頑張るしみたいな。で、大会は出た方が絶対にいいです。出た方が強くなる、これはもう間違いないと思います、ね、僕らも動画で言ってますけどね。ということでですね、やっぱり大会はいいですね。で、パワーリフティングみんなでやりましょう。で、パワーリフティングの出方の動画も出します。出たことない方とか、これから始めてみたいなって方は、僕らの動画を見て分かってもらえればいいかなと思うんで、それも出していきます。ということでね、佐竹くん惜しくも2位だったんですけど、ただ日本2位ですからね、素晴らしいですね。はい。で、まあウッシーも出てたらいいとこ行ってたんじゃないかなっていう感じだったんですけど、まあそれはね、たらればになってしまうのであれですけど、まあ今後の大会で僕らにまた期待してください。最高の一日でした。それでは皆様、良いパワーライフ。